誰もいないのか。建設物を作成できない。センサーポールで囲われた敷地の外側に建てるんだ。
ブリッジズ、あなたを待っていましたよ。登山家から連絡が来ていました。あなたには分からないかもしれないけれど、あなたが届けてくれたものは、DS解明の手がかりなのです。このステンシルがついた石片は、人類誕生以前のものです。私はこれの年代測定をして、DSの秘密を解き明かします。それが分かれば、生命の神秘、宇宙の秘密も分かるでしょう。この山は、実は古代のピラミッドなの。私は、 そう信じてる。だからここはビーチに一番近い場所。この場所にいれば、私たちはパワーがもらえる。カイラル通信も、その恩恵を受けているのでしょう。喋りすぎましたね。荷物を拝見します。ありがとう。これは、とてもいい状態です。 では、カイラル通信を接続してください。 石片の年代を測定します。結果が分かったら、あなたがブリッジズにもお知らせします。いろいらと、ありがとう、サム。いいものを見つけたら、またここに持ってきてもらえますね。待ってますよ。サム、よくやってくれた。BB28の経過は良好だ。ホームシックにかかったような症状も現れていない。つまり、 記憶をなくしたんだろう。あとはあんたが実際に繋いでみて確かめてほしい。そのためにも一刻も早くあんたにBBを返したいんだが、返したくない。
いや、そうじゃない。渡したくても渡せないんだな。どうした？まずいことになった。巨大な嵐がマウンテンノットシティの方に向かってきているんだ。 BB の起動テストをするために施設の表に出ていたんだが、おかげで戻ることができなくなってしまった。マウンテンノットシティの北東、山の中腹に小屋がある。そこで合流しよう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。依頼だ。その依頼も受けてくれるのか。さすがだな、サム。では頼んだぞ。
状態で一体どうやって持ってきたんですか。私もあなたを見習いたいです。ところで、あなたに渡したいものがあるんです。よかったら受け取ってもらえませんか。あなたが無事なことを祈っています。新しい
ぜこんなに早く届けられるんだ。あんたには驚かされてばっかりだ。おかげで苦難を乗り越えることができる。ありがとうサム。お疲れ様でした。新しい依頼が。あります。受注する際は配送端末。
ネードナンバーゼロ。
成しました。
どこにいる？さっぱりわからない。兵隊や戦車を見た。おそらく一世紀以上前の第二次大戦当時のものだ。サム、兵隊を連れた男は見たか？いや。あんたが言っていた男だ。あれはおそらく BB を狙っていたウォーリア。帰る鍵を握ってる男か？わからない。俺だってまだ二度目なんだ。 BB なしでは奴らの場所もわからない。 BB ならここにいるぞ。治療も終わったあんたに渡せる。どこかで落ち合おう。あんたがいる場所に何か目印は？地下の水道の中だ。待ってくれ。天井の穴から塔が見える。ああそうだ、この真上に四角い塔がある。分かった、塔の下の地下水道の中だな。そこで待てるか？もちろんだ。一歩も動かない。一つ伝えなければいけないことがある。なんだサム？
言いにくいことなんだが、あのウォーリアは BB を狙っている。だから考えてみろ、あいつらの目的はその BB なんだ。大変だ、早くここに来てくれ。狙いは俺じゃない、くれぐれも BB と接続するなよ、奴らに位置を知られる。なんだって？赤ちゃん嫌いならしないだろうが。さっき恐怖のあまり BB と繋いだ。接続は切っておけ。今切った。奴らに渡すなよ。約束はできない、奴らが来たら BB を放って逃げるかも。もしそうなっても俺を恨まないでくれ。分かった、通信を切るぞ。サム、俺はこの通り独り者だ。妻も子供も友達もいない。だからこそ俺は死者に興味を持ったんだ。俺のこの体の 70% は死者の臓器でできている。ただあんたとは何かを感じる、特別な何かだ、サム。